今年で6回目を迎えたヒロッコアートカーニバルが夢プラザで開かれました。回を重ねるたびに子どもたちの体験したいリクエストがいろんな分野に広がり、主催者側も今回は何を採用しようか迷いました。成功。人気のコンピューターアートや塗り絵に加え、そば打ち体験と、そして新たにテレビ番組作り体験が加わりました。すごいね。ポイントがあるんですね。そう、すごいね。ビデオエンジニアというのはこれ映像担当の技術者。それからテレビ番組作り体験は北広テレビのメンバーが先生になり、まずはじめに番組制作スタッフの役割について説明がありました。あの人が音声マンです。要するに音を取る人です。次はカメラマン体験。実際のカメラを使って写し方を習います。テレビではフリップと呼んでいる表を使って人物を写すサイズを勉強します。カメラのズームを操作して各サイズのショットを撮っていきます。はい、これがバストショット。これがウエストショット。これが全身を写すフルショットです。ちょっとカメラの構え方も様になってきたかな。次はアナウンサーとフロアディレクターに分かれてニュースを読む研修です。自分の好みの画面を選んでニュースを読んでいきます。美味しい北広島の食べ物がいっぱい。くるみの森には北海道のいろいろな作物があります。もちろん栽培体験やクッキー作りなども楽しめるよ。5、4、3。ここは産地稲作の祖と言われた中山久蔵さんがお米作りを始めた場所です。また現在の北海道大学初代教頭のイリアム・スミス・クラーク博士が青年用大使用にだけと名言を残した場所です。3まで行ってから。北広島高校には1年に2回だけ綺麗な夕日が見られる場所があります。ここで見られる夕日を昭陽坂の夕日と言います。当然晴れた日ではないと見れません。クルメの森、なぜクルメの森、美味しい。もっと大きい声、もっと大きい声、もう5秒前、はい、5秒前。4、3。クルメの森、美味しい北広島の食べ物がいっぱい。クルメの森には北海道のいろいろな作物があります。もちろん栽培体験やクッキー作りなども楽しめるよ。カメラ9、アナウンス何が良かったかな。9はちょっと難しかったけど、うん、カメラもちょっと難しかったけど、うん、一番楽しかったのがアナウンサー。あ、そう。そしてなんか、今日はカメラ操作しましたけど、自分で今度できる？できます。できる、いいね。あ、今日のねアナウンサー体験どうでしたか？将来のためにいいと思いました。おすごいね。将来アナウンサーになりたいのでとても勉強になりました。あ、素晴らしい。次はそば打ち体験です。
こねて、のして、切って、そば打ちはすべて力加減が決め手です。片山さんの指導でみんな一生懸命です。そばは食べる専門、打つのは初めてですが、打ち終わったらもう一つの楽しみ、自分で打ったそばを食べる楽しみが待っています。はい、じゃあどうですか、感想聞かせてください。自分たちでこれ食べるんですよ。どうですか、美味しい。将来お蕎麦屋さんになりたい人手挙げて。楽しい体験が揃っているのに参加者が少なくて残念。特に男子、来年は待っているよ。